はい、タカちゃんのパワーフィッシング、今回もご視聴ありがとうございます。今回は FG ノット、組んでいこうと思います。っていうのもですね、ここ最近ちょっと釣りに行ってるんですけど、取れ高が全くなくてですね、この前のサクラマスも北海道へ行ってきたんですけど、それなりに釣れたんですけど、カメラ回してない時に釣れてばっかりで、帰ってきて素材見ると釣れてない時の動画しか残ってなくて、先週も三重にキハダマグロ釣りに行く予定だったんですけど、天候が悪くて出船が中止になりまして、それも取れないということで、ちょっとね、動画のアップも間延びしちゃってるので、ちょっと FG ノットを組んでいこうと思ってます。で、今回の FG ノットなんですけども、PE が12号です。クロマグロ用のですね、タックルのですね、FG ノットを組もうと思ってます。3万番ですね。3万番のスプールに、12号の PE を、300メートル、もういっぱいいっぱいでね、巻いてます。で、そのラインに、スクラムですね。キャスティングするときにどうしてもエアノットとかできやすいので、それをカバーするため、あとはまあ補強のためですね、スクラムを巻いていってます。はい。で、スクラムは、この12号のスクラムラインですね、の5メートル巻きです。これを12号の PE に通しまして、5メーターすべてですね、PE に入れてます。スクラム付きのですね、FG ですね、ラインシステムを組んでいこうと思ってますので、最後までご視聴よろしくお願いいたします。で、まずですね、僕もいつもやってるのは、まずリールをね固定してこないといけないので、ここにあるいつもねライン巻くときはこの糸巻き工房を使ってます。はい、この糸巻き工房にリールを固定しまして、それで FG を組んでいくっていうね、そんな感じでやっていってます。はい、こういう感じでリールを取り付けしました。で、 PE はですね、PE のタンブですね、タンブは口に加えて、引っ張っておくという感じになります。 PE はできるだけね、このタンブは長めに取ってください。 FG 組む時にはリーダーに編んでいくんですけど、あまり短いとですね長さが足りなくなります。なので、できるだけ長めに取っておいてください。で、スクラムね入れてますので、その辺は少しずらした状態で、テンションをかけます。で、リーダーは250ポンドを使います。で、この PE 自体も、ショックリーダーもそれなりにテンションがあった状態で、スローがきちっと決まるので、台に関してはリールを固定して、端の方ですね。端の方は口で加えて引っ張る。リーダーの方は、僕はいつも座った状態で、このリーダーのね、リールの方を足の下に引いて、それでテンションかけて編んでいってます。で、編む前に、このワセリンですね。これ普通にドラッグストアで売ってるワセリンです。ワセリンを少し手に取って、いいですね。編んでいくラインに先に塗っておきます。これでラインの摩擦ですね。摩擦の防止になりますので、これは最初に塗っておいた方がいいと思います。はい、それで編んでいきます。リーダーの PE の端からだいたい5、60センチぐらいのところですかね。上からリーダーを乗せます。リーダーはそうですね、端から20センチあるなしぐらいでいいと思います。で、リーダーを上に乗せて、交点をつまみます。で、つまんだ状態で、この端の PE を下へ回してこうの感じで、ギュッと締めて、次は手前から下から上、こういう感じです。
これで、ワンセットですね。2回目。交点はね、しっかりとつまんでおいてください。2回目。3セット。4。5、6でテンションかけながらしっかりとね編んでいきます。7、8、9、10。11、12、13、14、15、16、17、18。はい、18往復編みました。こういう感じですね。はい、で18往復編んだら、この編んだところをハーフヒッチで一回仮止めします。ハーフヒッチで仮止めです。この仮止めもしっかりとしておいてください。はい、仮止めしました。こういう感じですね。はい、そしたらもう一度ワセリンをこの編んだところにつけますが、今回はたっぷりとつけます。工程ですね。それと編んでいく D の端の方と本線の方にももう一度しっかりと塗っていきます。はい、こういう感じでべったりと塗りました。で次にラインブレーカーですね。これはもう自作です。Amazon でこのゴムのチューブを買って、普通のビニールパイプに通して熱収縮させて作ったラインブレーカーです。これちょっと太いんですけどね、もう少し細くてもいいかもしれません。でこれを今仮止めした P ですね、リーダーをですねしっかりと締め込んでいきます。ラインブレーカーに巻きつけるときは P 自体、P 同士がですね交差しない状態にしてください。こちらリーダーも同じように、巻いていきます。で締め込みです。締め込みます。
これはもう、これはもうかなりの力で引っ張っていただいても切れることはないので、しっかりとしっかりと締め込んでください。で、締め込めたかどうかっていうのは、P の色が変わります。この色をね、見ていただいたと思いますけど、締め込んだところはちょっとね、色が濃くなってます。それと、締め込んだところ、指で触っても引っ張っても、ずれない、動かないっていうのがポイントになります。で、再度、ハーフリッチのところをしっかりと締め込んで、上の部分も動かないことを確認してください。ですね。しっかりと締め込みました。これももうガチ化して動かないです。で、本線と端ももう一回しっかりと締め込むことで、しっかりと締まります。はい。次に、このリーダーの端と PE の本線をハーフヒッチで編んでいきます。で、念のために再度ワセリンを塗っていきます。もうね、これ手がベタベタになるので横にねタオルなんかを置いといて手を拭きながらやってもらったらねいいかと思います。で、次は編み込むんですけども、できたらこれグローブをはめて引っ張って、締めてハーフヒッチしていってください。このハーフヒッチが緩いとですね、どうしてもすっぽ抜けの原因だったりとかラインブレイクになっちゃいますので、ハーフヒッチをしっかりするために、ね、結構手が痛くなるのでグローブを巻いてやっていただくと、手に痛みがね、伝わりにくくなるので、しっかりと、ハーフヒッチも締め込むことができます。で、ハーフヒッチのする時も、ハーフヒッチするときも、このリーダーのね、リーの方は足の下に引いて、テンションをかけてください。で、ハーフヒッチのね、そういうときのコツなんですけども、まずポイントは、リーダーと P ですね。できるだけ一直線で引っ張っておくことです。一直線で、できるだけ。よくね、この芋、ハーフヒッチ、芋虫ノットなんですけども、くねっとこう曲がったりとかですね、こういうふうに曲がったりとか、ねじれたりしてるの、ね、結構よく見ます。で、まあ、強度にどれだけ差があるかちょっとわかんないですけど、見た目がね、ちょっと悪いじゃないですか。歪んだりとかねじったりするのが。なので、ねじれないように、曲がらないようにするためには、リーダーと PE がねじれないように、まず、しっかりとまっすぐ引っ張っておくってことがまず一つ。それとリーダー自身もですね、しっかりと下から上へまっすぐ引っ張っておく。このテンションの状態でハーフヒッチを組んでいくと曲がったりずれたりはしていきません。はい、それではね、編んでいきます。上から下からと交互にワンセットですね。ワンセット。2回目。まずは上から。上から。次は下から。リーダーと P 本線に巻きつけて、できた輪っかを抜いていく、ね、2セット目できるだけ直線で引っ張って締めていく。上から下から、
4セット。これね、パッ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 と編んでいくね、YouTube なんかもありますけど、いくら早く編めてもですね、強度が弱ければ意味がないですし、特にこういうね、マグロとか大きなね、ターゲットを狙う場合にですね、やっぱり時間かけてもですね、しっかりと強度のあるものを編んどかないと、ラインベイクしたらね、意味がないので、しっかりと編んでいった方がいいと思います。何回目かな？ 7 回目かな？7回目。最初ね、リーダーと編んだ回数と同じだけハーフ位置をセットやっていきます。これで18セット編みました。でハーフ位置これ見てください。なんですね、はい、編めてると思います。
そしたらですね、こういう感じで編みましたので、リーダーの端を切ります。はい、で切った端をピーにね、熱が伝わらないようにしてライターで炙って焼き昆布を作ります。こういう感じですね。焼き昆布を作ります。でもし焼き昆布ができて少し隙間ができたような感じでしたら、無理に焼き昆布をピーの方にね、近づけていくんじゃなくて、もう一回ハーフヒッチを編んでですね、ハーフヒッチを編んでリーダーの、ピーとリーダーの間をね、こんな感じで埋めてください。でも全然大丈夫なので、そうすることで隙間がしっかりと埋まります。はい、これでハーフヒッチが完成ですね。で次に最初に通しておいたスクラムですね、最初に通しておいたスクラムの端をまたずらしてきてですね、次にずらしてきて、先ほどのこのリーダーの端ですね、編んだ一番端のところにしっかりと持っていきます。こんな感じで、でこのたわみをなくしてですね、しっかりと端を編んだところに持っていって、ここからスクラムとピーの本線をハーフヒッチで編んでいきます。さらに、これは別にね、何回でもいいです。そんなにたくさん回数必要ないですけども、まあリーダーがね、B が余ってるので、6回目。はい、6回ぐらいですかね。はい。6回、6セット編んだら、7回目は、エンドノット、B に2回、先ほどね、1回ずつハーフ打ちましたけど、2回巻きつけて、これでエンドノットです。はい、これで完成です。で反対のところは行きましょう。はい、これで完成です。で、あとスクラム、こんな端ですね。このスクラムを、しっかりとしごいていただいて、ここはもうね、しっかりとハーフヒッチで止まってるので、ここから端の方へしっかりとスクラムのたわみを伸ばしていただいて、スクラムの端がこの方にね、出てる部分があるので
今度はここをアームヒッチで止めていきます。でここについてはね、普通に締め込んじゃうと下へ下へずれちゃっていくので、あんまり下へね引っ張らずに最初は上へ締めてください。で少したまりますけどもね、あとで引っ張ります。で2回目の下からですね、これで1セットになりますけど、で終わったら1回編んだら上へずらしてください。こんな感じでね、少しのたわみだったら上にずれていきますので、で2回目ですね。4回ぐらいでいいと思います。4回。でハーフイッチでスクラムと PE の本線を4回編みました。で先ほどと同じように最後はエンドノートですね。本線に。巻きつけて、ずれたものは。それではこれでね、PE12 号とリーダー250ポンドの FG ノットが完成しました。スクラム好きですね、しました。こんな感じでね、できてますので、ぜひですね、この動画ね、保存版という形で何回も見ていただいて、FG ノットね、自分で組めるようになってもらったら、自分で組んだ FG ノットで、大物を釣り上げるというのをですね、もうすごい醍醐味があると思いますので、ぜひですね、皆さんもご自身で FG ノットを組んで大物を上げていただいたらと思います。はい、それではね、今回のタカちゃんのパワーフィッシング以上になりますね。よければ高評価ボタン、そしてチャンネル登録の方もぜひよろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。